マリサ、私、今日から優しくなるわ。どうしたんだ、急に。今までの私ね、ちょっとクズキャラだったじゃない。やっぱり私のことを好きな人たちに悪いと思うのよね。もっとみんなに好きになってもらいたいし、優しくて可愛い霊夢ちゃんになるの。うちの動画無断転載されてたぞ。戦争だー。うんうん、それでこそ私たちの霊夢だぜ。ふう、今日もいい天気。中国ー。動画の使用権で10万払いやー。使用権は10万じゃないとダメな決まりでもあるん。ちょ、いきなりなんですか。犯人はお前だ。意味がわかりません。無断転載されててな、それで犯人にお説教してやろうって話だぜ。無断ですか、それはお気の毒に。無断転載を黙認してやったら今度は自分たちが本家だって言い張るつもりでしょう。いや、中国を悪く言うのやめてもらっていいですか。警察が悪いことしたら全ての警察が悪って言ってるようなものですよ。どう考えてもその人が悪いのであって関係ないじゃないですか。大体中国がそういうことに関して悪者になるのは日本メディアの情報操作ですよ。日本だって髪の毛とか服装の改変でオリジナルっていう人いるでしょう。中国は広いですから変な人もいるでしょうね。人口が多いからその分多くて目立つだけですよ。討伐完了。おいー、メイリン全く悪くないのに倒してどうするんだ。マリサ、知らないの？疑わしきは罰せよ。暴君の考え、最終的に暴力ってガキ大将の発想だぜ。暴力なんてやってないわ。押さえつけてくすぐっただけよ。最低なのは変わらないぜ。霊夢、よくもメイリンを倒してくれたわね。私が相手よ。ふん、雑魚が何人来ようがものの数ではないわ。完全にお前が悪役の流れなんですが。手紙、メイリンのくすぐり悶絶、きちんと録画したわね。バッチリですお姉様。こいつらも最低だった。で、なんでメイリンをくすぐってたの？眼福でした、ごちそうさまです。うちの動画が無断で使われてたのよ。あなたたちの動画を、翻訳の難易度が高いあのカオスな動画を、未だに東方の底辺チャンネルみたいに視聴者よりも自分を優先したようなジャンルめちゃくちゃのチャンネル動画を。それ言い過ぎ。やられてるもんは仕方ないでしょう。お姉様、ひょっとしてあれのことですかね。なんだ、心当たりがあるのか。クックック。他人の努力ですする甘い汁は最高だぜ。さて、動画が揃ったらこちらが本家と主張して、その後はずっと小悪魔ちゃんの動画でも作りますかね。ごめんかー。やべえ、バレたー。アクは滅びたわね。サイトを見るとオリジナルか天才かを確認する項目もあるし、きっとサイト自体がそういう流れを作っているのでしょうね。URL を貼ってたり、普通にサワーとしてまとめられたり、コメントを見ると作成が投稿者でなく別ってきちんと認識できてるみたいだったぜ。無断転載に最初は動揺しちゃったけど、概要欄をそのままにしてたりとか色々見ると、サワーチャンネルに対しての悪意は感じられないわね。まあ、無断はダメだけどな。実害はないし他のは放っておいていいんじゃないか。知的には海外でも視聴してもらえてるって分かって収穫だったぜ。アンチも全くいなかったし、悪魔女とかも感動したってコメントあったし、中国を誤解してたところあるわ。いっそ私たちが進出してやろうと思ったけど、エッチなのとか暴力の規制は YouTube より厳しいみたいだから、うちの性質上厳しいし放っておきましょうか。評価されてるなら悪い気はしないよな。あれ、私やられそうじゃね。